ドラえもんまで僕をバカにするのか。ドラえもんってば。ねえドラミちゃん、どうなの？ドラえもんこの調子でずっと動かないんだよ。多分電池切れだと。電池切れ？なんだ、そっか。じゃあ早く電池変えてよ。それが旧猫型ロボットは電池入れ替えしの補助記憶回路を耳に置いてるのよ。でもお兄ちゃんは耳をなく。ドラえもんの記憶がなくなる。そんなバカな、電池が切れただけなんだろ。取り替えれば元に戻るんだろ。落ち着いてのび太さん。どんなロボットでもエネルギー。のび太さん大丈夫？一体どうなってんだ。ダメなの。今そちらの時代への干渉は禁止されてるの。私も星の知らせを聞いて飛んできたんだけど、タイムパトロールがこれ以上進ませてくれないのよ。話も聞いてくれない。こんなこと初めてだわ。そんな、じゃあどうすればいいんだよ。そうだ、耳をつければ記憶は残るんだろ。だったらポケットから道具を出して。夏だったよね。突然ろくなことがないなんて言うんだもん。驚いたよ。いろんなとこへ行ったっけな。未来、過去、不思議なところ、命からがら逃げたりさ。ドラえもん慌てると点でダメだからな。僕がいじめられてた時も自分のことのように思ってくれて、ちゃんとお礼言ってなかったけど本当に嬉しかったんだよ。本気で取っ組み合いの喧嘩したっけ。でも、その数だけ。If you're leaving, baby, let me down slowly. Just come in.